毎日お風呂入ってるんですよ。だけどなんかもう今日自分でも意味わかんないぐらい本当になぜかテカテカしてて髪の毛やばいの。せーの、ルンルン、どうも、シャルンでーす。はーい。今回はですね、今回はですね、ドゥルル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 ル今月からね、もう始まりますね。本当数日後、6月の11、12で兵庫県で、6月の18、19で東京、7月の26、27で東京ということで、私はですね、今回7月の26、27に参戦しようかなと思っていて、6月はチケット取れなかったので参戦しないんですけれども、持ち物が気になるっていうメッセージとかもよく届いてたので今日はご紹介していこうと思います。少しでも誰かの参考になれたらいいなって思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。パパパ、はい、それではちゃんと紹介していきましょう。まあ、ちょっと当たり前のものから紹介していきます。せーの、じゃじゃーん。お財布、お財布大事ですからね皆さん。今もしかしたら何持っていこうって見てくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、今忘れ物ないよねって最終チェックに使ってくださってる方もいらっしゃると思うので、ぜひ皆さん一緒に確認してください。お財布入れましたか？本当に最悪はお金があればなんとかなりますので、皆さんペンライト忘れてもお金があればペンライトを買えると思うし、売り切れてたらもう元も子もないですけど。そしたら次にイコカとかスイカとかパスモとか IC 系のやつですね、皆さん入れましたか？電車移動とかね、ピッてやると楽なので。そしてあーと、これティッシュ、これ最後の方に紹介した方がいいな多分な、泣くかもしれないから。そう、あとマスクとかね、思い入れのあるグループとかだとね、やっぱ涙が出てきてしまったりとかそういうのあるので、よくねマスク持って、ティッシュを持って、ハンカチ持っていきましょう。カバンから紹介するか。じゃじゃーん。今回持っていくカバンはこちら。これめっちゃね、汚れ目立つの多分見えると思うけど、やばくない？いくらこうやって取ってもすぐ汚れつく、本当に。マスターさんの可愛い、なんかこういうピリ君のアクリルキーホルダーと、こちらサンリオのトレッカケースをつけております。現場とか行ったら本当にこういうオタク多いです。カバン見たらこれついてるみたいな。そうだから、めちゃくちゃおすすめ。よくどこで買いましたかって質問をいただくんですけれども、これはサンリオショップで売ってます。岡山とかにもイオンにね、サンリオショップあったりするんですけど、基本どこでもある。本当に東京にもあるし、大阪にもあると思うし、神戸にももしかしたらあるかもしれない、あると思う、うん、だからぜひ皆さんライブ前とかにも買ってみてください。これおすすめですよ。そして次に、せーの、じゃじゃーん。シホルンの毎度恒例、こちらのステーショナリーケース、 L 型 A4 モノクロ。特にどこのやつを買えとかこだわりはないんですけど、こういう透明の箱ですね、すごく大事です。毎回あるとは限らないんですけど、サプライズでスローガンがあったりとかするんですね。ライブ会場入ると入って1枚いただけるスローガンとかがあって、そういうの綺麗に持って帰りたいじゃないですか。カバンの中に入れたらぐしゃぐしゃになっちゃうんで、まあ、せめて折ってしまうけれども少しでも綺麗に保管ということで入れて持って帰りましょう。そして次に、うちは紹介する、せーの、じゃじゃーん。こちら今回もマニアックもグッズ出てますよね。私は見事買えなかったんですけれども、今回めっちゃ可愛いよねピリ君。私ピリペンです。遅いすいません。今回ピリ君のうちはめっちゃ可愛かった。なんかすっごいなんかうーみたいな感じだったけど、まだ私持ってないので、ちょっと今回はこちらのうちわで代用させていただきます。グッズ買えるといいね。現地販売あるの？さっき調べた感じではまだ情報が出てないようだったんですけど、もし情報が出てたらすいません。あると嬉しいんですけどね、ありますように。そしてこちらファンサうちわ。でもこれあれだね、私これ作ったんですよ2年前に。今回マニアックっていうツアーですけれども、コロナちょっと流行ってたかな、それぐらいの時にアンロックっていう韓国ではもうツアーされてたんですけど、それの日本公演がねあったんですよ。それに向けて私は作ってたんです。全部中止になって、絶対今回こそ使ってやろうと思ったけど、確か JYP は禁止ですね本当にバカだ。でもこれライブ会場とかのさ、前で写真撮る時とかめっちゃマジで映えると思うから、これは本当におすすめ。あとプリクラとかね、めちゃくちゃ入るよこれ。作り方動画は動画載せてるので気になる方はぜひ見てください。そして次、おー、こちら、せーの、じゃじゃーん。ペンライトでございます。ペンライトケースをスキズ持ってないので、ちょっとこれちょうどひよこだし、これってひよこだよね多分ね、いいやと思ってこの巾着にかぶせたんですけど、こちらペンライトすごく大事でございます。
この中身をね覗いてる人とかたくさんいらっしゃると思うので、これ忘れないようにね、中身皆さん今入れましたか？はい。だからといって電池をずっと入れてても壊れやすくなったりとか、電池の減りが早くなる原因になっちゃったりするので、なるべく使わないときはね電池は入れないようにしましょう皆さん。そして次に、せーの、じゃじゃーん、このポーチはですね、じゃじゃーん、この単4電池、ペンライトは単4電池です。どのグループ行っても使えるじゃないですか。だから私はもう常にこれをストックしてあります。皆さんもダイソーで単4電池いっぱい買っておきましょう。そしてじゃじゃーん、これマジでみんな大事だよ、モバイルバッテリー。私のおすすめのモバイルバッテリーは毎回言ってるんですけど、これです。安いっていうわけではないだけど、3回かなぐらいフルで充電できるので、めちゃくちゃおすすめですこれ。マジでオタクの味方。この前 TikTok かなんかで見たのかな、 Twitter だっけな、そう、これすごいいいと思ってちょっと皆さんにご紹介しようかなって思うんですけど、じゃじゃーん、メモ帳とボールペンでございます。私は毎回一応ボールペンは持ち歩くようにしてるんですけども、今回はちょっとメモ帳も追加ということで、これどうしてかっていうと、この前なんかで見たんですよ。なんかで見たのが、現地販売とかでこう並んで買うじゃないですか。その時にピリのうちわ一つと、チャニの缶バッジ一つと、イエニのトレカ一つととか、そのそういうことをやってたらさ、グッズを後ろから持ってきてくれるさ人ってめちゃくちゃ大変じゃん。あれ、ピリのうちわ、あれ、ピリの缶バッジ、なんでしたっけってなるじゃん。だからここのメモ帳にフェリックスうちわ ×1、ワンちゃん缶バッジ1とか、だからそういうことを書いてそのままメモ帳パイって渡しちゃえば楽やんと思って、めちゃくちゃ効率ええやんと思って、今回ちょっと皆さんに共有させていただきました。今情報難民すぎて、最近なんかグッズ販売あるのかさえも分かんないけど、現地でもしあったら皆さんぜひ持ってってください。これ超おすすめ。他に特にでもない気がするな。あー、でも折りたたみ傘とかは意外と大事かもしれない。私は BTS のライブですごい目にあったんですよ。でも私あの時傘持ってってた気がするな。 TWICE だ、 TWICE のライブでも雨降って、でも折りたたみ傘持ってたから助かったし、マジで折りたたみ傘はなんやかんや助けられる時もあるので、ちゃんと天気予報を見てギリギリまで必要だなって思ったら絶対に忍び込ませておきましょう、カバンの中に。それぐらいじゃないかな。てか、ちょっと待って、これ言いたい、これガチで言いたい。今回なんか、代々木第一体育館とかさ、なんかさ、ワールド記念ホールみたいな、あるじゃないですか。普通にキャバ足りなくない？あれ。だって、スキズだよ？スキズだよ？スキズの規模感で言うと、もっと大きいところでできたんじゃないかなって私はとても思う。情報とかさ、大阪の。とか、なんか、あわよくばドームとかでもできたと思うんだけど、私の周りのステイ全然当たってなくって、 JYP は分かってない。 JYP はスキズの人気の凄さを分かってない。 なのでちょっと次はスキズがドームに立てるように皆さん一緒に頑張ろうね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルヌー、楽しみましょう。シホルンです。